ははいこんにちは1週間の IT 関連情報を勝手にまとめている「ウィークリーリキャップ <music>」今日は7月20日ですね、2024年、えー、世界的にはいろんな事件が起きた1週間だったのではと思います。 えっと、AMD が Ryzen3000 とか RyzenAI300 とか Ryzen9000 シリーズの搭載される、使われている Ryzen5、Ryzen5 の概要をいろいろと公開したと、詳細を公開したということでね、IPC のせいで、えー、性能が 16%もろもろの改良があってしているということなんで、まあ、全般的に性能が上がっているということで、えー、あとは消費電力とかがねどうなっていくのかというところで、えー、そこの辺はルナーレイクの方が消費電力面では、うん、いいのかなというふうに思っていますけれどもまあパフォーマンスですかね でえー、特にデスクトップ版だとパフォーマンス関連が、えー、特に重要になってくるんで消費電力はまあともかくとしてねそういうことでインテルが今もろもろと、うん、あれなんでライ e ン9000シリーズはまあ、まあ、まあ性能は良くなるのは当然としてですねあとは NPU 性能とかねそういったことも含めてどうなっていくのか 今後に注目したいいと思いますダイナブックがダイナブック R87M87S6 の新モデルを発表しましたということでねこの辺は、えー、2022年秋夏だったか秋だったか以来の新モデルということでね R シリーズは、えー、プレミアムモデルで 重量が、うん、なんだっけ 900g ぐらいからでそうしたらもう G シリーズいらねえじゃんってなっちゃいますね軽くなっちゃったらということで G シリーズはなくなっちゃうんではないかっていうことはその他のビデオでは言ってませんけどもこの辺は別のビデオで喋ってます喋ってますというか新商品紹介をえダイナブックシリーズとしていつものようにやってますということでね M, M シリーズはまあまあのモバイル製品が欲しい人向けの製品で S6 は学生向けですね多分、うん、今後どうなるかわかんないけど多分 S6 あたりは正規、えー、モデルなんたらで選ばれる可能性もなきしにしもあらずそして M と S はメモリの、えー、交換が可能な、まあ えー、物理的に可能だというモデルなんでうっかり変なのを買っても後で何とかしし何とかできるかもしれない製品だというふうになっております Google が Google 日本の Google ストアが日本向けプリファードケアを開始するということでねあ Google のピクセルはそこそこ売る 日本で売れてますけども最大の問題のサポート問題がこれで多少良くなるのかなとそういう気がしておりますえー今 Google 例えば Apple と比較すると Apple はえ日本各地の Apple ストアで直接壊れたり相談とかにね乗ってもらえますけども Pixel シリーズはそういうのがない基本はあ役に立たない えー、携帯電話屋のわけのわからない説明を聞くしかない。あとは、んなんたらいうかいところの正規修理店で修理してもらうか、まあ。そこ自体はね、修理自体はいいんですけどね、あの、保証的なね、そういうのがね、ないといろいろと困る人もいるということで、今後に注目です。 クラウドストライクのファルコンなんちゃらのあエンダポイントセキュリティソリューションがバグかなんかで、えー、2000日本時間で2024年7月19日ぐらいからんシステム障害を発生して、まあ、Windows の,あの障害だっていうふうに言われて 部分もありますけどもこれは完全にクラウドストライク側の問題ですね。こういったああセキュリティセキュリティ製品を入れたことによる問題っていうのは定期的に発生しますから、えーまあ、そういうのも含めてそういった場合にどうしたらいいかっていうのをちゃんとねうんビジネスうーんビジネス えー、事業継続計画ビジネスなんて言ったら B、ー忘れちゃった忘れちゃった BOP みたいなやつ BPO みたいなやつをちゃんとあの決めといてねそういった時にどう Windows を復旧させるのかっていうのをちゃんと調べてお,調べておくっていうか事前にねやっとかないと、まあ、一般のユーザーはそれができないわけですから それをどううするかってていう問題が出てきます、ね、あとあのー、全部に全部全て同じプラットフォーム、えー、セキュリティとか含めてねにしておくとこういう問題が起きた時に大変なことになるというねでバックアップから復元するとかねいろいろやり方はありますけれどもそういうのをどうするかっていうのをね、えー、一般の方は、まあ、一般の方はっていうかねあのー、多くの利用者 まあ企業の利用者も含めてですけどねそういったところをうまいことやってなくて、えー、多大な影響を発生多大な影響が発生しているのではないかそれをやってやってたとしても、うん、それこ,れこのような、えー、影響は避けられないのかもしももうちょっと多少コストをかけてこういったことに備えておけばよかったのではないか そういったことをね、考えるきっかけにしてはいかがでしょうか。まあこういく、こういったことでね、あのー、よく知らない人がね、コメントし,してたりしますけどね、まあ、私も知りませんけどね、そもそも,そもそもクラウドストライク使ったことないですけどね、まあ、こういったセキュリティソリューションはあの、企業ユーザーでは使わざるを得ないという状況がありますからね、これをどうするか問題ですね。まあ、頑張ってください。 それでは、えー、今週はこれで終わりですね。終わりに,に,に設定してるから終わり。というわけで、さよなら。